肩、肩、肩、A、ショルダーとは、肩は、運動器として捉えると、人の様々な関節の中で最も複雑な動きを、する関節だと知られている。肩は、医学的見ると、抗議の肩である肩複合体、胸骨、鎖骨、肩甲骨、甲骨肋骨、上腕骨から構成される複合体を指す場合と、胸儀にその肩複合体の一部である肩甲骨と、 上腕骨の関節、肩上腕関節に限定して指す場合がある。実際的には、例えば人々が肩の不調などを訴えるとき、医療やスポーツ医学などで肩の治療を行う場合など、肩がテーマになっているときその肩は、ほとんどの場合、たとえ一般人は理解、自覚できていなくても、実際には講義の肩複合体が関係している。肩複合体は、 胸骨、鎖骨、肩甲骨、肋骨、上腕骨から構成される複合体であるが、特にポイントとなることは、人体の背中側でスライド運動をする肩甲骨と、その肩甲骨の端に位置する玉関節、肩甲上腕関節が組み合わさった構造を持っている、ということである。その結果、運動器としての方は、回転、外転、内転、旋回、外旋 内線、上方回線、下方回線、挙上、火星、引き下げ、牽引、前方牽引、後方牽引、屈曲、関節屈曲、水平屈曲、伸展、関節伸展、水平伸展などの複雑な動作が可能である。また、多くの筋肉から構成されており、強い力を出すことができる。頂上より少し下がった平らな部分を山の方、 瓶の肩などと呼ぶことがある。デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けていると、肩付近の筋肉に不快感や痛みを訴える、肩こりの症状が現れやすい。広く、肩もみ、肩のマッサージなどをして改善が図られている。肩こりという場合の、肩には、肩複合体に加えて、大雑把に首、頸部までも含めることがある。肩複合体を構成する骨は、 胸骨、鎖骨、肩甲骨,骨、肋骨、上腕骨であるが、関節という観点からは3つの解剖学的関節及び2つの機能的関節からなる。競技の形つまり、肩甲上腕関節の方は、球形の上腕骨頭がそれを包み込む、形の関節下にはめ込まれた構造を持っている。周囲は、三角筋、棘上筋、棘下筋、大円筋、 小円筋肉、肩甲下筋など多くの筋肉や人体で囲まれている。その胴体部分は肩甲骨につながっている。肩甲骨の上部と頸部前方を結ぶ細長い骨が鎖骨であり、その後方は皮膚が少し凹んでいることから正面から見た場合に容易に確認できる。ゼロポジション、ゼロポジションとは1961年に インドの整形外科医であるシャバ A 系によって発見された腕を脱臼や骨折などをしてしまった患者にあまり指揮に当てま、手術をかけずに治療すために見つけたしくらいのことである。定義は肩甲骨のトゲ突起と上腕骨の長軸が一致し、肩周辺の筋収縮力が均等になり、自発的な筋力発揮では回線運動が不可能になるポジショニングのことである。その名の通り、 40歳から50歳頃になって加齢に伴う組織の変性が原因となって痛みを発生し、運動を制限するためにさらに拘縮が進み、次第に痛みが強くなる悪循環を伴う症状である。肩関節周囲炎、凍結肩、頭痛性肩関節性同症等に分けられる。軽度のものは温熱療法、運動療法が効果的である。 1> 約一年から一年半程度かかるが、自然に感知するという特徴がある。休憩の関節頭がそれを覆う関節下から外れた状態を脱臼と呼び、肩関節、健康上腕関節は、最も脱臼を起こしやすい部位である。外傷や先天的要因により、軽微な力でも脱臼を繰り返す、習慣性、反復性脱臼になることがある。日本では、 柔道整復師による治療も行われる。牛肉、豚肉などの方、肩金書きにすることが多いは、前足及び全身部を含む部位のことである。肩肉は、前足の付け根付近の肉で、牛、豚ともに、脂肪分が一番少ないので、赤身肉とも呼ばれる。ヘルシーではあるが、硬くてやや筋っぽく、価格も安い。煮込み料理などに適する。 頭の付け根付近の背骨の両脇についている肉は肩ロースといい、肩肉より脂身があり、豚ではとんカツなどに、牛ではしゃぶしゃぶなどによく用いられる。野球などのスポーツでボールなどを遠くに投げる能力に優れていることを肩が強い、強肩、その逆を肩が弱い、弱肩、弱肩という、英語における 同様の表現にはショルダーではなくアームの語を用いる。野球では、保守、内野手、遊撃手、三塁手、外野手が肩が強い選手に有利なポジションである。遠投能力だけでなく正確なコントロールも重要である。投手の肩は命である。プロ野球の元投手、監督のゴンドウヒロシは、国史により選手生命を縮めた自身の経験から、 肩は消耗品を持論としている。格闘技や、それに類するスポーツなどでは、体当たりの際に肩から当たる方法があり、ショルダータックルはその例である。中国武術では拳、肘と肩を同等の攻撃部位とみなす。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。